おはようございます。今日は暖かくとっても良い天気です。はい、今日はアイシャドウとチークの紹介をします。はい、アイシャドウはこちらのカラーを2つのパレットを色を出していきたいと思います。まずこちらは、カラーが、全部で6色あって04番になります、はい、上のこの色が02番になります。まずこの色なんですけど上に出してみました。はい、真ん中のピンクがすごくこちらですね、可愛いです。次下のカラーなんですけど秋カラー、色はこんな感じになります。この辺が秋らしくってくすんだカラーになっていて、目尻なんかに塗るとすごくおしゃれに大人っぽく演出してくれます。はい、はい、次なんですけどセザンヌの、チークになります。ベストコスメアワード2019年チーク上半期新人賞第1位です。で P3 番、色はですねシナモンオレンジになります。このセザンヌは今、ハイライトもあります。でチークは他にもカラーはあって、あとリップの方も出たと思うんですけど、中色を見ていきたいと思います。すごく色が可愛いんですよ。中開けますね。はい、こんな感じです。パールも入ってて、すごく可愛いです。あと、大人オレンジでパールリッチなチークになります。はい、出してみたんですけど、こんな感じです。色わかるかな？落ち着いた感じのカラーになるので、どのアイシャドウにも合うんじゃないかなと思います。今セザンヌですね、新作が出てるのでぜひお店行って、見て、はい、どうぞ足を運んでみてください。本当に落ち着いたカラーで、おすすめです。今日の朝はこちらのパンを1枚食べました。6枚切りです。くるみが入っていて、カルフォルニア産のくるみです。オメガ3脂肪酸、食物繊維も入ってるので、本当にねこちら美味しいんですよ。くるみ大好きです。でこちらのマーマレードをつけて食べました。あとパルシステムのこのバナナマフィンが特用なんですけど、とても気に入っています。はい、こちらはポール&ジョーのハンカチになります。この猫ちゃんが気に入って、買ってしまいました。お値段は600円でしたね。白に見えるんですけど、ちょっとクリームがかっていて、その色にこの猫ちゃんの色がとっても可愛くて仕方ありません。コーヒーは、はい、こちらを飲んでいます。あと前にも紹介したカフェラテです。このカフェラテなんですけど、大きさはこのくらいで、ここを開けて、おみくじのようにして取ります。とってもこちらの箱は大きさがちょうどよくて、はい、コーヒーをいただきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。
本当に最高のいい天気です。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。